元の戸部選手です、まあ、前回決勝進出ということで調子良さそうです、ね、そうですね、本当に去年の4月以来の決勝だったの でその次地元なのでいいと思います、はい。まあ、ところでこの取手競輪場なんですが、改装して変わったポイントとかありますか？やっぱホームスタンドがなくなって冬場はやっぱ風が結構強くて、今まではホームがもろ来てたんですけど、1コーナー入った時に突風が来るイメージがありますね、はい、北風吹いた時は、はい。まあ、明日は埼玉の岸澤選手との連携になりそうですか？相性とかは。そうですね、まあ、でも浦川君も多分乗ってると思うんで、まあ、そこは僕も番手か3番手かまだ分からないんですけど、まあ、岸澤君とは相性いいので、はい、大丈夫です。では明日からの3日間に向けての意気込みをお願いします。前回の地元の復帰戦の取手復活の冬季の開催ちょっとダメだったので、今回なんとか決勝進出して頑張りたいと思います。